それ以上にスキル差が合ってるゲームなんですね。どうもホリホリです。今日はね、なぜね私がポーカーをやってるかっていうのをねお話ししたいと思います。それは単刀直入にね結論から申し上げますと、なぜならばカジノで唯一勝てるギャンブル、それがねポーカーだからです。その理由はね至って簡単です。ポーカーはハウスと戦うゲームではないんですね。ポーカーは対人ゲームなんですよ。なので、まあ、簡単な話、相手よりも上手かったら勝てるんです。このゲームはバカラやルーレットの場合はカジノという胴元を相手にしているわけなんですね。そして長期的には向上率、馬台があるわけです。なのでやればやるほど緩やかに確実にね収支がマイナスしていってしまうんです。もちろんねポーカーにもね馬台、霊気というものは存在するんですけれども、それ以上にスキル差が出るゲームなんですね。もちろん運の要素もあるので1回だけだったら勝つことはできないんですけれども、回数をね重ねていくとどんどんスキルの差が出ていって勝つことができるんですよね。ポーカーと麻雀の違いなんですけれども、ポーカーはね1回のゲームで全てのチップをねかけることができるんですね。テーブルに置いてあるチップがワンハンドでなくなるかもしれない。麻雀のミスの場合は1回ミスってしまいました、その牌が相手に咎められてしまいました、満貫の宝珠でした。でもまだねゲームは続くので、もしかしたらば運よく手が入れば2着になるかもしれないし、もしかしたらトップになるかもしれない。でもポーカーの宝珠って全てのチップが取られてしまうんですよね。なのでまあ麻雀に行ってしまえばたった1回のミスが役満の宝珠につながる、そういうようなねことがね多々起きるんですよね。まあそれがポーカーが勝てる理由ですね。本日のセッションを終了しました。50、100香港ドルのテーブルを7時間プレイして、今日は880香港ドル勝ちでした。今日はねテーブル良くなかったですね。なんか最近こうレギュラー率が高めで、なんか年始年末はいいことが多かったんですけども、正直テーブル悪いです。固く打ってるだけで勝てるって以前はねポーカー言われていたらしいんですけども、最近はもうねそれだけではね勝てないかもしれないですね。で固く打ってるだけでは勝てないっていうことは、ブラフをうまく使わなきゃいけないんですね。でポーカーでブラフを打つっていうことは、それなりのスポットとかを理解していないとブラフをうまく打てないと勝てないので、これはねちょっと初心者中級者ではいきなりマカオに来て勝つのは難しいんじゃないかなって思いました。プロが多くいるテーブルなので、弱い人とか初心者の方をターゲットにしてポーカーで勝つって狙うのがもう難しいわけですよ。なぜならばもうポーカーテーブル10人の中に8人も9人もレギュラー、プロでやってるわけですから、弱いプロ相手にエッジを出せるほどの実力を身につけてからじゃないとちょっと厳しいかもしれませんね。ではね皆さんまたお会いしましょう。はい、ごきげんよう。